谷の清きせせらぎ、森も鳥もストライク1ボール2ストライク2ボール3ストライク3じゃなかったボール1 そうか。あ、おやじさん帰ってきたよ。だいぶ腰が回ってきたよね。寂しいかって言うなよ。何とんなこと言ってんのよ。お帰りなさい。お帰りあそばせ。いや。おう、ご入会。ええ、お先へ。はい。みーかー、待っててよ。どうなった？どうだった？あら、平太郎さんだったの。なんだよ、君か。お母さん一番あったよ。あったわ、そこで。お客さんじゃないの。お上がんなさいよ。いいじゃないの、悦子さん。でも差し支えない人だわ。そんなら。何してんの？ご飯。ご飯食べてんの？お袋がいないもんだから。締め出し？さよ。悦子さん。お友達に来たんだけど、いいのよ、やめなくたって。じゃあ、もう一杯食べっかな。いらっしゃいよ。譲ってあげようか。いいよ。なんて布団の敷き方してんの？これ美味しい？あ、うまいよ。うまいだろ。うん、ちょっとつまむとこが美味しい。終わりよ。いいのよ。ああ。どうしたの？なんでもない。あっち行って。どこの方？お隣の兄さん。帝大ね。うん。独房よ。なるお友達？あれ？やる。はい、ちくしょう。よう、おっしゃいよ。やいこさん、気になるから。だってもう、なんていうかな、友達っていうよりか、うちの人みたいよ。ほんと？あら、あんたの娘、素敵ね。そんなでもないわ。おっぱいの形とてもいいわ。あんた割合にちっちゃいわね。ええ、ぺちゃんこよ。やい子さんとは体のタチが違うんだわ。あ、いやいや。まだ食べてんの？しかない話してんね。何が？だってさ、お父の話なんかして。ああ、いいじゃないの。女同士だし。いかんねえ。いかんねえ、男性のいる前で。何やあなた。慶太郎さんも近頃そんなことに敏感ね。誰だってさ、君、そうじゃないか。まあ、驚いた。あんただけはそんなんじゃないと思ってた。おっ、ごめんなさい。じゃあ、ご飯よそったんやから。いいよ、もうおしまいだよ。いらっしゃいよ。ケタロさん、ん、私のお友達、真鍋さんっていうの。おお、それで、お名前は？やだ。悦子、真鍋悦子さんっていうのよ。僕は、荒井ケタロって言うんです。
隣にいるんです。ええ、どうして元気で立ったわ。そうかい。でも停車場でお母さんに泣かれて困っちゃったわ。そう、君の本箱と机、ちゃんと家に運んであるよ。そう、ありがとう。弱っ子を出るまで八重ちゃんもうちの人になるんだね。え、ええ、もう今日から隣の八重ちゃんじゃないわ。八重ちゃん、八重ちゃん。